い、簡単なお金の制作者がお送りします YouTube チャンネルへようこそということで、そろそろ皆さんですね、旅行行きたくなる頃ですよね。っていうのも昨日久しぶりですね、LINE がバン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 来てて、なんだもう適当に仕方してたんですけど、友人だったんで、何かなと思ったらね、友人がね、子供が生まれたっちゅうんで、あ、じゃあそれはお祝いだっつって、みんなでこう行って、まあ、4人ぐらいでご飯食べてたんですけど、まあみんな同じ小学校出身なんで、まあ勝手知ったる人で、まあみんなね、僕の結婚式にも来てくれた人なんで、いや平本のとこいいよなとか言ってね、もう高3だろうみたいな、俺0歳だよみたいな話で、まあそれはねまあ人それぞれだからみたいな話でやってたんですけども、やっぱりなんだろう、昔を知ってる、からこう昔の話で盛り上がっちゃって、今更昔かよっていう話だけどさ、まあそういう意味で、まあその一人の人が僕がやってることが、そのカンターレっていうのを一本軸にしてるから、まあいいんだろうねみたいな話をしてたわけでございますよ。でその後に水戸の花火大会に行ったんですよ。普通千葉湖の花火大会って夏なんですけども、まあ今年は10月ということでしたら、めちゃくちゃ人がいてさ、あれもう関係ねえのかなと思いながらさ、すっごいいたの人が楽しかったんだけど、そういう意味で来年にかけては少しアクティビティをちょっともうちょっと再開していこうかなと思ってます。で今年は茨城の集い、そして埼玉の集いやって、11月22日には大工の集い、こちらですね、もありますんで、ぜひ大工ミノレでやりますね、入場無料になってますので来てみてください。で埼玉の方もちょっとやってくれっていう要望があったんで、うちが主催ではないんですけども、講演させてもらって埼玉も多分復活すると思います。でプラスやっぱり僕としてはね、やっぱり旅行とパックでやったやつが非常にね好評だったんですよ。例えば広島県に行って、陸斗先生の講義をね、まあ合宿じゃないですけどね、やりながら、ね、ビュッフェ食べながら演奏して、その後厳島神社に行くとかね、これすごい楽しかったですよ。皆さん厳島神社行ったことあります？僕もあんまり、ね、旅行とか行くタイプではないんですけど、あれはすごかったね。福岡公園行った時は、やっぱり陸斗先生に帯同してもらって、まあ、演奏会聞いてもらいながら、その後太宰府天満宮、笠間稲荷をね超でかくしたような感じな感じでしたね。ですからそういう意味で、なんか旅行のアクティビティを叶えながら、なんだろう、合宿プラス、そういうのやっていこうかなと思ってます。なので例えばなんだろうな、那須高原とかいいよねとか、なんか猛火だったっけな、なんかそういうとこにもなんかすごくこう施設がいいのあったりとか、あとはそうですね、ちょっと行くとすると名古屋なんかにね、僕メニコンホール、瞳ホールっていうところの会員なんで、名古屋にそうですね20人ぐらい、ご一行様なんかね、仕立てまして、まあ、誰か、小田先生とか帯同して、合宿付きのね、演奏会を聞いてもらった後に、何だろう、ひつまぶし食べて、名古屋って何見とかあんのかな、あとは名古屋のね、こちらお金塾やってくれるって人がさ、名古屋出身だからさ、その人に来てもらって案内してもらうとかね、まあ、ちょっとね、ちょっとアクティビティ的なものをちょっと再開していこうかなと思ってます。でプラスそこに旅行とか楽しさとか、あとは合宿だよね、そういうのを絡めていきたいと思いますんで、ぜひ皆さん YouTube で、宣伝しますんで、その時はやってください。楽しいこと受け合いですから。まあ、ここ 2年ぐらいね、かなりオンラインの方に僕シフトしてたんで、そろそろリアルもこうやっていこうかなと。さて今日もちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、はい、こちら善久先生のアクティビティコンサートですね、オカリナの平本浩太様招待券来ました。ぜひ行ってもらいたいんですよね。僕もね行くんですけど、さあ来ました。まあ一応ここ出しときます。はい、こちらです。はい、全球オカリナリサイタル2022ということで、バロックから現代までのクラシックの音色ね、全球先生はね本当に来てもらって、まあ大体先生が来ていただくと、まあケツがない限り、カフェとか行くんですけども、で先生の車乗るともう必ずクラシックかかってますからっていうぐらいむちゃくちゃクラシック好きなんですよ。で今回もねバロックから現代までということで、ガーシュウィン、モーツァルト、シューベルトということでね、非常にいいんじゃないかなと思っております。で日にちがですね、
11月28日月曜日、会場が13時15分、開演が14時ということで、場所がいいですね、これ。あの清居ホールって、あの僕もね、あの銀座山でやるか清居ホールでやるかちょっと迷ったぐらいのすごいホールで、ただね清居ホールでかいんですよ。でかくていいホールなんで、まあ、僕は銀座の方を選んだんですけど、清居ホールいいですよ。あの僕が東京に出る時って大体東京駅で降りるんですよ。で東京駅で降りて、これどこだ、四ツ谷だっけ、そうですね、四ツ谷駅から徒歩ですよね、はい。なんで東京駅から四ツ谷って多分10分ぐらいで行くので、僕もすごく行きやすいし、皆さんも多分ど真ん中なんでね、東京のね、ぜひ行ってみてください。でチケットは全席指定5000円です、はい。で当日券は5500円、これ税込みなのかな、で、チケットのお問い合わせはこちら角の音楽事務所です、ね、よろしくお願いします。で出演者はオカリナは全球ね、バッチリうちの持ってもらってますよ、ありがとうございますね、はい。で、ピアノが本橋真由美さんという方が2人でやるみたいですね。ということでやっぱりね、ぜひ行ってもらってね、これを聞いた後に、まあ、東京の銀座なんか行ってね、ご飯食べたり、僕は叙々苑に行って食べて帰ってこようかなと思ってますんでね、やっぱそういう楽しみがねそろそろできんじゃないのかなと思ってますよ、まあ、逆に早めに行ってなんかちょっとこうね、いいホテルのランチ食べてね、っていうのもありかな、どっちかな僕は、僕ランチ食べようかな、ということなんでね、全球先生、来週、今週か、今週は全球先生で、オカリナ塾のレッスンね、やっぱり、あれですね、クラシックですね、ということでね、ぜひぜひそのオンラインの YouTube ご覧いただいて、ね、オカリナ塾入ってもらって、さらにオフラインリアルも来年はちょっとね、その旅行観光そしてカンターレビュッフェ飲める人はアルコール、まあ、こういったねちょっとこう楽しみをねさらにもうちょっとこう再開していこうと思っておりますんでね、ぜひぜひその時は参加していただけると、夢を作る男としてはですよ、さらに夢が作れるんじゃなかろうかと思ってます。またですね、ユミコ13、非常にたくさん、ご注文いただきありがとうございます。ということで皆さん、前期先生のね、僕これ生かしてもいただきますんで、ぜひ清居ホールで11月28日お会いしたいと思っております。で、僕が持ってる前期先生のですねちょっと演奏、クラシックの演奏をちょっと調べて、この後見せますんで、ぜひそれを聞きながら想像しながら行っていただければと思ってますんで、ぜひ11月28日、清居ホールで僕と会いましょう。ということで、またね。